東京に本社のある会社の中堅社員で、小田切さんっていう人がね、春から店舗に並ぶ商品の仕入れ先の工場の視察と打ち合わせでもって、同じ課の若手の社員を引っ張り連れて出張に出かけた。時期は7月で、冬の真っ最中の東北に行ったわけだ。おい、この時期は雪見酒で最高だぞ。なんて若手を盛り上げていったんだ。それで現地での工場も視察もうまくいった。打ち合わせもうまくいった。それで帰りには新製品の見本だとかつまみだとか散々買って宿へ帰っていったんだ。泊まっている宿ってのは大層なところではないんだけど、一応温泉も引いてあるんで。じゃあ、一袋浴びようよ。ってことで風呂に入った。それで風呂から上がって食事で食堂なわけだ。ただ仕事を片付いて気持ちが楽になったせいか、緊張感が解けて、どうも具合が悪い。熱っぽい。なんか調子悪いな。風邪でもひいたかな。って話をしてるとこに、先ほどの取引会社の社員の方が見えて、先ほどありがとうございました。実は、この先に気の利いた店があるんですけど、よかったら行きませんか？で、誘ってきたんですね。和田木さん、普段なら、嬉しい。って言っちゃうんだけど、で、どうも調子があるし、熱っぽいんで、ああ、すみません。私なんだか風邪でもひいたのか熱っぽいんで、この若いの2人だけでも連れてってもらえますか。で、お願いしてね、若手社員は喜んで、気の降る温泉街の街を出かけていったわけだ。一人残った小田切さんはやることもないですし、熱っぽいですから、部屋へ戻ってきた。部屋は自分一人の部屋。若手社員二人の部屋。さあ、部屋の入り口用の襖を開くと、板の間になって、次の襖を開けると畳の部屋。すでに部屋には布団が敷いてあって、隣にはこたつが置いてある。こたつの上にはポットやら湯飲みやら置いてあってね、それに先ほどもらった新商品のつまみや山が置いてあるわけ、山のようにあるわけだ。熱っぽいって言っても、寝るには少し早いですからね、帰ってきたら若手社員も顔を出すでしょうからね、このままこたつの中に入って待っていることにした。こたつに入ると体がポカポカ温まってきた。気持ちよくなってきたもんですから、そのまま横になっちゃった。雪が降ってるせいで全く音が聞こえないんだ。天井を眺めながらぼーっとしていたら、そのままうつらうつら寝ちゃったんですよね。どれくらいの時間が経ったかわからないんですがね、顔や首の間あたりがどうも寒い。うわぁ、冷えてきたなぁ。この部屋、なんだか随分寒いね。どっから風でも入ってきてるのかな。そう思ってふと見たら、閉めたはずの襖が少し開いている。あれ？俺、襖閉めたよな。って思ったんですけど、まあ、閉めようと思って立ち上がった。ついでに用でも出そうと思ってね、板戸へ続く襖を開けた。するとね、板戸のところにちょうど畳の部屋に続くように入り口からボタ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 、水滴が垂れた跡が。それが部屋へと続いているんだ。それで小田切さんは、ああ、そうか。二人が雪の中帰ってきて顔を出したんだけど、自分が寝てるもんだから起こさず帰ったんだ。そう思った。で、用を足して部屋へ戻ってさあ寝ようかとは思うんですけど、やっぱり体が冷えてくるんだ。ちょっとこたつで温まってから寝るか。そう思ってこたつの中に足を突っ込んだ。そしてやることがないもんだから、なんかかじろうと思って、そこたつの上に手を伸ばす。手の先でかじるものを探している。と、突然その手をぐっと掴まれたもんだから驚い。爪で開いて、氷のように冷えた爪の手が、自分の手をずっと掴んでいるんだ。部屋には自分以外誰もいないんだ。いるはずがないんだ。
でも自分は確かに手を掴まれていますからね。嫌だな、おい。勘弁してくれよ。そう思っているうちに何も怖くなってきちゃったもんだから、こたつの中に頭を潜り込ませた。途端に小田切さんは悲鳴を上げたんだ。こたつの中、赤外線の明かりの中、向こう側から白い女の顔がじーっと見ていたって言うんですよね。